はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、ホスト1日密着ということで、はい、取材させていただきます。まず自己紹介お願いします。はい、はじめまして、トラストの夏希です。夏希さんですね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに夏希さんはホスト始められてどれぐらいですか？そうですね、もう9ヶ月ぐらいで。あ、結構もう1年間近なんですね。そうなんですよねじゃあ、まあ、ホスト始めて9ヶ月の方がどんな1日を過ごしているのかちょっと見ていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、じゃーん、じゃじゃんということで、まず、昼の11時に起床ということで、でそこから準備通学とあるんですが、これは学校に通われてると。そうなんですよ、1時から。あ、午後から学校で。午後からですね。結構ゆっくりめですね、学校が。そうなんですよ、もう3年生なんで、あ、もうあんまり授業もなくてなるほど、それで午後から学校と、はい、なるほどですね。そして、昼の1時から、はい、夕方の6時まで学校にいらっしゃると。そうですね。授業結構それでも長くないですか？そうなんですよね、もう、はい、でもなんだろう、これは一つの授業なんですけど。あ、一つの授業で5時間もやられるんですか？ずっと。なるほどです。パソコンいじったりとか。ああ、なるほどですね、わかりました。そして夕方の6時から6時半で通勤と。はい、これは学校からお店が近いってことですか？そうですね、もう10分ちょっとで。あ、そうなんですね。電車で10分ちょっと。なるほどなるほど。ちなみに夕方の6時に出勤っていうのは結構ゆっくりじゃないですか？そうですね、あのうち学生出勤っていうのがあるんで。ああ、7時までに来れば全然大丈夫っていう、はい、ああ、なるほどですね。じゃああまり早く来なくても大丈夫なんですね、学生の方は。そうですね。なるほどなるほど。そして、夕方の6時半から、7時にかけて、準備と、はい、これはどういった準備されるんですか？そうですね、スーツに着替えたりとか、はい、うん、あと化粧したりとか、はい、はい、あとヘアメモも含められてて。ああ、そうなんですね、うん、お店でヘアメイクってできるんですか？あ、そうなんですよ、うちでは派遣のヘアメさんが来てくれて。ああ、なるほどなるほど。じゃああまり外でこう時間かけてとかじゃなくてお店でできて。あ、そうです、うん、全部うちでなるほどなるほど、わかりました。そして、夕方の7時から営業スタートということなんですけども、はい、お仕事の話いろいろ聞きたいんですけど、はい、営業始まってすぐ、まあ、夜の7時半ぐらいとかって、はい、どういったお仕事されてるんですか？そうですね、お客様が来れば、はい、席つかせていただくんですけど、はい、時間があるときは後輩の研修見てあげたりとか。あ、そうですね、あと気づいたところ掃除したりとか。ああ、なるほどなるほど、そうなんですね。ちなみに研修っていうのはどういうことをするんですか？はい、そうですね、基本はテーブルマナーだったり、はい、あと何話せばいいか分かんない子もいるんですよね、初めての子って。なるほど。だからこういう話したらいいんじゃないとか。なるほど。あ、もう先輩だからアドバイス的なことをしてる。そうですよね、もうちょっと中堅ぐらいになっちゃったんでなるほどですね、わかりました。ちなみに、夜の12時半まで営業ということなんですけど、はい、この中で一番忙しい時間って何時ぐらいですか？10時ぐらいが本当に忙しくなりますね。ああ、なるほど。ちなみにその10時半の忙しい時間っていうのは、はい、どういったお仕事やってることは仕事変わりますか、その前半の時間とは？あ、そうですね、全然違いますね、もうバタ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 なるほど。例えばどんなことしてます？自分が席に着かせていただいている時も、はい、ちょっと置いといて、ちょっと次の人通してとか。ああ、なるほど。あっち行ってこっち行ってとか。結構指示出し的な。あ、指示出されて。ああ、なるほど。結構メインでなんか、あ、もうあっち行ってと足りないからって。ああ、なるほどなるほど。結構上の方の指示に従って動いてるって感じですか？はい、なるほど、ね、その時って結構お客様の席に着いたりとか。はい、つかせていただいてる時。なるほど。ちなみにお客様のお席に着いてる時って、はい、そうですね、ざっくりどんな仕事してるんですかね？どんな仕事？そうですね、お酒作ったりとか、はい、あとはテーブルの上きれいにまとめて、はい、置いたりとか、その後ずっと話しながら。ああ、なるほど、うん、話しながら飲みながら的な。飲みながらお酒作りながら。なるほどなるほど。あ、いろいろこう気配りしなきゃいけないんですね。そうですね。なるほどなるほど、わかりました。じゃあ営業終了間際
そうですね、夜の12時ぐらいってお仕事内容変わりますか？そうですね、まあ、あんまり変わらないって言ったら変わらないんですけど、まあ12時ぐらいになるとお客様もずっと新しく入ってくるお客様っていうのはいないんで。なるほど。もうずっと同じところついてたりとか。なるほどですね。じゃあその時はさっきと同じようにこうお話しながらお酒飲みながら的な。そうですね。なるほどですね。はい、じゃあ営業の終わった後のお話をちょっとお伺いしていきたいんですが、はい、夜の12時半からアフター食事などという感じになってるんですけども、はい、アフターっていうのはちなみにどういったことをするんでしょうか？アフターはそうですね、お客様とご飯食べに行ったりとか、はい、カラオケとか遊びに行くことですね、はい、ああ、なるほどなるほど。お客様におごってもらえたりもありますし、はい、うん、まあ、お得ななるほどですね。ちなみにお食事っていうのはそのお客様と1対1で行かれたりするんですか？あ、そうですね、で自分の、まあ、お客様にもよるんですけど、はい、誰か連れてきていいよっていう人もいますし、はい、まあ、結構メインは1対1ですけど、はい、後輩連れてったりとかもありますし。なるほどなるほど、わかりました。じゃあ結構後輩の方とかと仲良くもされてるんですか？はい、そうですね、よくカラオケとかご飯行こうって言って。なるほどですね、わかりました。そして、朝5時、これは朝5時に帰宅ってことなんですけど、これは始発っていう感じですか？そうですね、5時ちょっとしたら始発が出るんで。なるほど。それで持って帰るっていう。なるほどなるほど。ちなみに帰宅してから、まあ朝6時から睡眠っていう形で書いてあるんですけど、はい、結構1日の中で、はい、一番この時間が好きだなとかありますか？そうですね、もうゲームがすごい好きなんで、あ、そう、もう合間合間で通勤時間だったり帰宅中とかに PSP 持ってゲームしたりとか、はい、ああ、あともう寝るのも好きなんで、もうがっつり寝たりとかなるほど、ね、なるほどですね。で結構朝の6時から11時まで寝てるっていう、全部寝てるとかじゃなくて、ちょっと趣味の時間にも使ってるかなっていう感じですか？たまに頑張って起きてゲームしたりとかもありますし結構じゃあゲーム好きなんですね。そうですね、大好きで。なるほどなるほど、わかりました。結構今ので一日の流れが未経験の方にも伝わったと思うんですけど、はい、ちょっとこれから一緒に働くであろう後輩に一言メッセージいただけないですか？はい、そうですね、ホストという仕事は未経験からするとね、怖いっていう部分もあると思うんですけど、全然アットホームな感じの店なんで、よかったら一緒に頑張りましょう。どうもありがとうございました。